シュバーベンジュラにある洞窟群と氷河期の芸術は南ドイツの6つの洞窟を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。それらの洞窟は最終表記に含まれる約4万3000年前から3万3000年前の人類がシェルターに使っていた場所であり、シュバーベンジュラ山脈のローネタールとアッハタールという2つの谷にある。洞窟群の中では 女性をかたどった、肖像、動物の肖像、楽器、個人的な装飾具などが発見されており、小律像の中には、半人半獣をかたどったものもある。オーリニャック文化に属する、それらの肖像は、明白に彫刻と認められるものとしては、最古の部類に属する。同様に、鳥の骨から作ったフルートも、楽器としては、最古級とみなされている。なお、登録名に、 氷河期の芸術とあるが、口述するように、世界遺産の登録対象は洞窟そのものであり、出土品は含まない。この物件は2015年1月15日に、世界遺産の暫定リストに記載され、2016年1月13日に、世界遺産センターに正式に提出された。それに対し、世界遺産委員会の諮問機関である、国際記念物遺跡会議は、登録を勧告し、 2017年の第41回世界遺産委員会でも韓国通りに登録された。世界遺産としての登録名は、ケーブス・アイス・エイジ、アート・イン・ザ・スウェイ・ビーン・ジュラおよびグラッド・イエル、アート・デラ・ペリオド・グレイ・シター・ダン・ド・ジュラ・ソーアベである。その日本語訳は、以下のように揺れがある。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 この基準はヨーロッパに定住した最初の原生人類の文化を伝えるものとしての結出した価値が評価されたものである。推薦時には創造的才能に適用される基準も提案されており、アイコモスは確かに出土品の芸術性を認めたが、洞窟そのものには適用できないとした。世界遺産はアッハタールとローネタールという二つの渓谷を対象としている。 登録範囲は前者が271.7ヘクタール、校舎が190.4ヘクタールである。構成資産の近くで風力発電の開発計画があったが、アイコモスは不許可とするよう勧告していた。地元であるバーデンビュルテンベルク州は勧告通り建設計画を認めないと決定した。ありがとうございます。